石槌三太郎、どっからどう見ても西条市を代表する素晴らしいレスラーだ。だったらこの西条の皆様の前でそんな卑怯なことばかりして恥ずかしくないんですかね皆さん。子供たち教えてやる。恥ずかしかったらこんな格好はできない。俺でゴング出せゴング。すごいラリアット。正義の味方力を見せつけました、皆さん、三太郎を更生させます。私制裁を加えてやります。これはもしかして三太郎はね、女性が大好きなんです。女性の皆さん気をつけてくださいね。すごいビンタだったんだ。よし、ここら辺で叩くか。もう一回ここら辺で叩き、ここら辺で、よし、ここら辺で、ここら辺で叩けよ、ここら辺で、よし。何歳だい？22か、よし、叩け。あじゃあ、ちょっと、三太郎、三太郎、ちょっと、気をつけてくださいね。女の子にモテるためにね、プロレスしてますからね。どこで次は叩く？どこで次は叩く？よし、ここで叩こう。お母さん、愛してます。あ、もう棒踊りの動きで。お母さん気をつけて。ほら、サンタロー離れなさい。よっしゃ、だいぶ構成してね、そろそろ俺もちゃんとプロレスやろうと思います。本気出してやろう。よし、分かった。じゃあな、そろそろ見せてやる俺の超チョップを。超チョップ？超チョップは人からパワーをもらって威力を上げるチョップ、まあ、ほぼ元気玉です。特に私は女性からパワーをもらうことで威力を上げます。またそんなこと言ってますよ。女性の皆さん、速やかに逃げてくださいね。勝つためには手段を選ばず、そして女性が大好きな石槌三太郎です。会場の女性パワーが炸裂をしました。あら、ちょっとこれはね、気持ち悪いですね。くっそ、三太郎、お前が超チョップを使うというのならば俺は超チョップを使うぞ。超チョップ？さかお前、超チョップってことはこの田松地区だけじゃなく西条市全てを愛してるあの男からパワーをもらうつもりか。正解。まさか市民派でもあり、この西条市のことを誰よりも考えてる玉井市長からもらうつもりか。正解。おい、やめろ。そして玉井市長だけじゃなく、ここにいる子供たちからもパワーをもらうぞ。ちょっと待って、玉井市長はあそこで陣で起きてる。玉井俊久西条市長です。ありがとうございます。来る島にパワーをいただいております。いつ見ても笑顔が素敵。そして子供たちからもパワーをいただきます。子供たちみんな鳴子鳴らして元気を上げて、正義の味方来る島に鳴子でパワーを送ってください。子供たちの力でね、卑怯者をやっつけないといけませんからね。おい、まさか超チョップだけだし、二人同時の。突き刺さりました。みんなのパワーが炸裂しました。ありがとう。すごいよ、市長の気持ちだけだし、子供たちの熱い思いが俺の中に入ってきた。大丈夫だ、子供を安全に戻す。分かった、みんなの、ね、熱い気持ちが入ってきたんで、そろそろ正々堂々プロレスしたいと思います。みんなプロレス見たいですよね。やっと心改めました。三太郎プロレスします。全然改心していない。飛ぶぞ。
太郎、正義の味方古島を連れて櫓へと向かっています。まさか俺は冷凍石口を石口三太郎登ります。2号目、3号目、まだまだ続きますので皆さん楽しんでください。